岸ユータ、太平野市、洋人、宮寺、ユータ、消える、土天然ジャニーズに新生誕生。松本人志にハマったトラジャ、松田玄太が面白すぎる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。近年、退場者が続いているジャニーズタレント。 その中には、土天然をバカキャラとして、ファンから愛された男も数多く存在している。元時代の長瀬智也、44、や、元キー、NG ・エヌ・ジアンドプスの平野市二26、神宮寺勇太、二25、岸優太、二27、などだ。特に元金プリの3人の土天然をバカぶりは記憶に新しいところですよ、ね。数々の爆笑シーンを提供してくれました。 しかし、彼らは脱退し、ジャニーズからも退場したわけで、岸のミ月末退場、今後、なかなか地上並みのテレビ番組には出られないですよね。制作会社関係者、そんな界隈で、今新たに注目を集めており、ダウンタウンの松本人志、59、や赤カシアさんは、67、にもハマっている期待の新星がいるという、 2022年10月にデビューしたトラビスジャパン、トラジャの松田玄太さん24です。トラジャはジャニーズ史上初の全世界メジャーデビューを果たしましたが、グループ、そして個人としてもまだまだ頑張って売り出していかないといけない時期。そんな頑張りどころの松田さんですが、バラエティ番組での面白さで知名度が上がりつつあるんです。 サンマさんや松本さんにもしっかり受けていますからね、全道。まず、サンマについて。松田は2022年12月20日放送の、踊る。サンマ御殿日本テレビ系に、同グループの宮近海斗と25と出演。そこで松田は、サンマ御殿の出演が決まった際は大喜びしたが、サンマの名前が出てこなくて、日本一大御所の、大御所の方。 と表現したこと、それでやった。ってなって、それが、はい。と嬉しさを表現しようとするも言葉が出てこない天然ぶりで、スタジオが笑いに包まれた。松本とは、ひとし松本の酒のつまみになる話、フジテレビ系。 で、2022年12月2日放送会と、2023年6月9日放送会で共演しているが、どちらも酒の勢いもあり、大爆笑をさらっていた。近く福でこんなにウケる奴、そう芸能人でいなかったよ。まず、12月2日放送会では、松田の妹が聖児ゾーンへの中島健と29のファンという話題の際に、健とくんとの思い出を探って、 ほぐほぐって、と、ほって、と間違えて意味不明なワードを出したことに松本が大爆笑。さらに、中島に関する話にオチをつけられずにぐだぐだになりかけていた際、トーク中に仮眠するという行動をとり、松本や千鳥らを大いに笑わせていた。また、先の6月9日放送会では、酒が回りすぎて収録の前半から記憶が怪しいことが発覚。 松本が、今、九九の六のダニエールと振ると、六飛形クルー1飛行ルー六、六飛形クルー2飛行ルー十二、六飛形クルー3飛行ー二十四、米印正解は十八、六飛形クルー4飛行ー二十五、米印正解は二十四、六飛形クルー6飛行ー三十六、六飛形クルー5飛行ー二十五、米印正解は三十。 と、順番も答えもめちゃくちゃなククを真剣な表情で披露した上、ククなのに、6飛ケイクルー8飛行ルー48で言い切って満足する姿に松本は驚愕。8の段を促すと、8飛ケイクルー1飛行ルー8、8飛ケイクルー2飛行ルー14、米印正解は16、8飛ケイクルー3飛行ルー27、米印正解は24。 八飛形クルー4飛行竜25、米印正解は32、86。八飛形クルー5飛行竜35、米印正解は40。八飛形クルー6飛行竜42、米印正解は48 87, 87,、87、87。八飛形クルー7飛行竜59、米印正解は56。八飛形クルー8飛行竜62。米印正解は64。 と、やはりデタらめな上、Q まで言い切らずに満足期にフィニッシュしたのだ。これは Q の段でも結局変わることがなく、ノブ、43とタイゴ43が Q を言え、ククやねん。お前 42.1km でやめるんやな、と、ツッコミを入れる事態に。 大御所である梅沢富七72の服でこんなにウケるやつ、そう芸能人でいなかったよという分析に松本もいないですよね。躊躇がないから、と同意していた。 四角一出演に一回は名言が飛び出す男、松田については JR 時代の2021年に、だから殺せなかった、は、の完成報告会に登壇した際も、人生のターニングポイントというテーマの話題なのに、家に帰る前に、コンビニエンスストアで折り返しちゃいます、と話したり、以前からポンコツ疑惑があった。 デビュー後にバラエティ番組の露出が増えてからそれが際立ち始めています。松田さんが出演するたびに言い間違いやよくわからない表現で名言を量産しています。前での制作会社関係者。例えば、6月8日放送のキャトタンの食材ゲットゥーン TBSK では埼玉県秩父市で行っていたロケのスケ人トとして参戦。 埼玉出身の松田にとって秩父はガンガン遊びに来てた場所だが、この自然の風景に見覚えあるとキャットタンへの中丸雄一39が聞くとグリーングリーンしているイメージと説明し中丸を困惑させた。ちなみにスタジオでキャットタンへの面々はおそらく同様のグリーングリーンの歌詞のことを言いたかったのだろうと推測していた。 また、6月10日放送の、朝パラ、読売テレビに出演した際は体脂肪を体脂たと言い間違えたりプロテインの美味しさを伝える際にほぼ、水米印本人は、ドリンクと言いたかった、です、と変な例えをしてスタジオが笑いに包まれている。四角間顔で、追い中、発言、言い間違え以外だと、 6月15日放送の K.I.2 a のバラエティ番組、キスマイチョウユース Q。疑問符富士テレビ系に出演した、サイいつもリアルに結構ドキドキしているとよくある仕事現場におけるシチュエーションを話した、サイスタジオは大受けだった。松田は女性スタッフにメイクされて目をつむっている間、もしかしたら俺のことがめちゃ好きで、司会の近くに来ちゃってるんじゃないか。 と、妄想してしまうと説明。二階堂講師、32の、ゴールが何という質問に真顔で、ワンチャン中ですと、即答。え、中ってされたらどうすんのという二階堂に多い、中ですかねとパワーワードで返す姿も見せたのだ。普通なら女性とキスしたいという発言はアイドルとしてどうなんだろうという気もしますが、ワードの絶妙さや松田さんのキャラがあるのでしょう。 不思議と炎上はしていません。それに、松田さんは本当に何か番組に出るたび、最低一つはパワーワードで爪痕を残し続けている。トラジャは絶賛売り出し中だし、天然トークの面白さで人気だった平野さんたちは、ジャニーズを辞めてしまった。 松本人志さんも松田さんのことを気に入っているとも聞こえてきますし、このまま松田さんがジャニーズの土天然をバカ枠に定着すれば、トラジャの他のメンバーも心強いのではないでしょうか。前での制作会社関係者、出るたびに爪痕を残す松田。ジャニーズに新たな土天然をバカスターが誕生したようだ。近く、表情管理もバッチリ。 おバカジャニーズ松田玄太ギャップがすごい超キレキレダンス。バラエティ番組のおバカぶりとは一転した、クールでキレキレのダンス。このギャップも人気の秘密だろう。このギャップも